最後の時間にもなってきてますので、最後何か、これ聞いておきたいというありましたら、皆さんにエピソードとしてお伺いしたいんですけど、私も回収したものですけども、回収したっていうことを周りの方々はどのように反応されたんですか？家族とかお友達とか職場の方々はどんな風でしたか？あるいは変わったりなんかあれば、一つでも二つでも教えてください。お父さんお母さんどうですか？お父さんお母さん、いやいや、タンブさん、お父さんお母さん、周りがそう、君が自覚する前とかあるんですか？あ、そういう話ですよ。自覚する前はお父さんとかお母さんはこれやっときなみたいな感じだったんですけど、ね、年を重ねるごとに、まあ、やれっていう風になったんですけども、やれという風になったんですけども、まあ、自分からもその進んでやるようになって、でそしてまあその、まあ、学校とか入って反抗期ありました？俺ですか？はい、未だに反抗期って。いや、もう来ない方がいいましたね。でそれで、まあ、学校とか行って自己紹介とかするんですけど、その時に、まあ、知ってる友達とかが、まあ、お前イスラム教だろったらそれ言っとけっていう言われたりして、まあ、言うとまるでエイリアンを見たかのようにみんな集まっていくんですよ。で、あ、これはいい、なんだ、交通号ですって教えたりするんですけど、自覚してからとてもいい、自分にとっていい感じでした、周りが。まあ、私の場合はヨルダンで、まあ、このイスラムを研究している研究生しかいないような状況でシャハダをしてムスリムになったんで、まあそれから自分から私はムスリムになったからよろしくみたいなことはまだ言ってなくて、まあそれはなぜかっていうと、まあいろんな誤解を招くのが怖いっていうのもあって、まあムスリムになる前はみんな知ってるから、友達とかサークルの友達とか、まあそうですね、そういう、なんかそういう人たちにいろいろ聞かれるのが、怖かったりして、説明できる自信もなかったりして、まだその段階には至れてないんですけど、まあ親にはその研修ヨルダンから帰ってきた時に伝えて、で、まあ、お父さんは単身赴任でいつもいなかったので、まあ、離れたところで伝わったんですけれども、いきなりなんか電話かかってきて、もうすごい絶望したような声で、どうしてイスラム教徒になんかなっちまったんだって言われて、なんかもう未だにそのトラウマみたいな音声がずっと頭から離れないんですけど、まあどうにかして克服したいんですけれども、まだちょっと克服しきれてないところがあって、まあ家族にはちょっと冷たいというか白い目で見られているところがまだまだ残ってて、結構辛かったりして、でまあ、あとはお金を全くもらえなく、両親から全くもらえなくなって、じゃあ自分で勝手に稼げようみたいな感じになって、いやまあ学生だから勉強しないといけないのに、お金全くもらえないと困りますよって言ってるけど、いや全然くれなかったりして、まあ割とまあ普通に考えたらやばいというか悪い状況なんですけれども、まあまだそんなに時間も経ってないんで、まあ、ひたすら今は耐えてサブルしてっていう感じですね。はい、以上です。私の場合、両親について言えばアルファベットで言った母がなんか信じるものが定まってよかったですねみたいな風に、でお父さんは特に何の感想も言わないですけど、なんかご飯行く時に豚と酒はダメなんだけどって言ったら、そういうトルコ料理とかに連れて行ってくれたり、兄弟も全然だったんだみたいな、まあちょいちょい多分イスラム教徒になるからみたいな風に
実家帰った時に行ってたっていうのもあるんですけど、そうですね、お友達とかは割とイスラーム、回収する前ですけど、イスラームっていうのはすごいっていう話をすると、うん、みたいな感じで興味持つんですけど、アッラーっていうのがとにかくすごいっていう言うともうちょっと引いてくっていうのがあったんですけど、まあ別にそれで去っていくような気持ちはあるから、まあこれからも言い続けようとは思うんですが、そうですね、まあ、アルハムドリラ言ったらすごく、だからちょっとミネイシ君のね、どういうか慣れてみたいな、そう、イシャーラー以上です、うん、うわ、そうですね、回収するまでに、まあ、大学で勉強していて、まあ、もしくはそのアラブ人の交流活動だったりとかして、そういうことを親とも話してはいたので、まあ、母親の方はある程度予測できていたっていうのもあって、まあ、わりかしすんなりと受け入れていた。だ父親の方は結構お酒が好きなので、俺に強制をするなよというので結構意外だったんですけど、強い口調で、まあ、その時は言われたんですけど、まあ、今では特に問題なくうまくやってます。で、こういう関係とかもさっき の茨城の実践とも関係すると思うんですけど、わりかし僕大学のコミュニティでずっと時間を過ごしているので、で、まあ、みんな理解のある人たちなりムスリムがいるので、まあ、その点は特に問題なくやってます。で、大学外の、まあ、昔からの友人とかも、まあ、時々仲のいい友達に会ってムスリムになったんだよっても伝えて、まあ、多分あ、そうなんだというので、まあ、お酒飲まないんだぐらいなので、まあ特にそこまで大きく関係が変わっているというわけではないですね。親との関係でいうと、僕は実は代々続いた家の本家の長男なんですよ。で、奥さんも一人娘で、お墓っていうのがすごい大きな問題であって、これいきなり言ったらやばいだろうなと思ったので、徐々にやっていく作戦を取ったら成功しましたね。わざと持って帰った本を置いて帰ったりだとか、あえてなんか豚肉がないところに行ったりだとか、今日はお酒飲まないよってちょっと少しずつやって受け入れてもらいました。今はまあ大丈夫ですね。もうそこはなんとかなるさで、お墓のけどね、実際お墓の問題って大きくなるんですよ、これからすごい。だから親は平気ですし、友達も今の時代ってすごいいいものがありまして、ミクシーとかね、Facebook とかでちょこちょこそういうネタを書いていくと、みんな少しずつそっちに行ったんだなと思って、どうなのって聞かれたらそうだよって言うだけで、なので多分その日を境に言ったら多分圧力が生じるのは当然なんでしょうけど、僕はイスラムになったことで過去の友達とかこういう感じ切りたくなかったんで、どれくらいですかね、半年から1年くらいかけて徐々にカミングアウトしていった感じですかね。それでまあ今も、話ずれちゃいますけど、お酒のバーくらい行きますね、飲まないですけど、今はオールフリーといういいものもありますし、そうしてなんか、なんだろう、日本人であることを捨てたら嫌われるのかだし、イスラムも勘違いされるから、日本人としてのアイデンティティを持ちつつイスラム的な生活をしていけば受け入れられるのかなって思います。はい。